重核は中華人民共和国関東省甲州市に位置する市かつく。2014年以前は重核市であった。重核は甲州市東北部に位置し、東は龍門県及び増上区と、南は甲州港区と、西は新園市及び加徳区と、北は富津岡県及び新豊岡県と接する。地域は統計113度17から114度04。 北緯23度22から23度56に、位置し、東西は約4 5トル、南北は約8トルである。全市は半山区の地形である。東北は山地、丘陵、中南部は丘陵、八地、西は丘陵、大地である。市内の最高点は夜口の天道をいただき、高さ1 2 1 0ル、重角東部と、 龍門県の区分山である。最低点は太平村、高さ163メートル。市中心区の町口街道、高さ31メートル。市内には流慶が間垣江川と蓮朝川が流れ、年平均水量22.7億立方メートル。中国の気候区分による南亜熱帯気風、気候であり、年間平均気温は、 摂氏19.5から21.4度、最高月間平均気温は摂氏28.6から29.3度。年間降水量は1800から2200ミ、mm、リメートルであり、非最高最低気温の記録は摂氏38.1度と冷化摂氏7度である。四季の特徴としては、春では春季の寒さと暖かさによる変化が多く、陰湿に雨も多くて、 春の嵐がある。夏では、晴れの時に気温高く、時々暴風雨がある。秋では爽やかで、小雨、干ばつと、寒露時期の風に、上すぐる冬では、晴れ多く、乾燥な気候で、障害がよく出る。気象の災害は、水害、寒害、低温の冷害、暴風と氷などがある。今県釈明によれば1489年に、重火県が設置された。 1994年3月26日に研究史に昇格し、2014年1月25日に複製施行し、重核となった。悠久な歴史を持つ重核から発掘された文物は7、8000年前の新石器もある。500年前県を設立した時から公衆府に属する。民進の時代から重核では多くの農民運動が起こられ、 封建統治に反抗した。日中戦争期間では有名な、越北第一、二次海戦の主戦場となったことがある。住宅は山青水火で綺麗な風光に恵まれ、山、水、森、果物、泉、湖などの豊富な観光主源がある。文化観光スポットは10カ所以上あり、高広祠ホ武戸の塔の7カ所は、関東省あるいは、 公衆市重用文物保護スポットに指定されている。龍谷川国家森林公園には第二路山の名とされた。公衆用水発電所リゾートは三 a 級の国家重要風景名称区である。赤門国家森林公園、龍谷温泉リゾート、天古滝、龍谷公設、千木園、三股堤有国探検、銭岡小村等の名称は、 国内外の多くの観光客で賑わっている。市内には重化温泉、外泉宮、壁水湾、文献園、伊泉山荘、温泉ゴルフ場等の高級ホテルもある。三海道、ご賃を管轄する。ありがとうございます。